どうも、こんにちは。ジョコちゃん TV のトランです。今日は、ミッシーからね、ちょっと要望があって、相手のなんか技を教えてほしいって言われてね。技って言われてもね、って考えて、ジャックナイフはって言ったんだけど、何それ、ジャックナイフって言われて、こんなやつって言って、できるわけねえじゃんとか言われて、もっと簡単なのないって言われて、じゃああれはって言って、ブレッキングはって言って、ブレッキングってなって、ブレッキングってあれだよって言って、バイクとか車が、ポーン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 って言って、検索してくれるやつだよって言ったら、ああ、いいじゃん、あれ、かっこいいから教えてって言われて。というわけで今日、教習所で教えてくれないバイクの講座ということで、ブリッピングを今日は説明していこうかと思います。まあ、ブリッピングなんだけど、自分、他の多分ね、YouTube のね、チャンネルの元ブロガーさんたちは、多分、すごい細かく説明ね、してくれてると思うんだけど、今回、僕は大雑把に説明します。もう大雑把っていうか、もう体の方で教えていきたいと思いますね。その理屈的な、その回転数がいくつとか、アクセルを戻してからこうとか、っていう説明じゃなくて、体でこうやってやれば、これができるよっていうのを教えていこうかと思います。それじゃ、いっちゃって、どうぞ。まずは、バイクで、グリッピング。減速の時にやってる動作なんだけど、手と足ね。これじゃちょっと見づらいか。手と足の動きなんだけど、これがまあアクセルでしょ？こっちクラッチでしょ？こっちがシフトアップ。まあギア操作だよね。これを、この走ってる走行中でもアクセル煽ってるよね。煽ってるところを一回アクセル戻す。これを戻す。戻したら、このクラッチと足と手を同時にこう。こう。こう。これだけでギアが落ちる。ブーンって音が鳴るわけ。じゃ早速やってみましょう。よいしょ。またやっちゃうとこでキルスイッチ。そう、ここがキルスイッチ現場。よっしゃ、やっていきますよ。で、とりあえず、はい、ギアをローに入れて、はい、発進。中核地でね、いくよ。これをアクセル戻す。それと同時に、これ、はい、見た？これ、これだけで、はい、ギアが落ちるんです。じゃあもう一回やってみようか。じゃあいくよ。走ってる。アクセル戻す。そして同時に、ほっ、あ、音がほらもう鳴ったよね、これ。これだけでね、ギアが落ちる。そう、まあ、エンジンブレーキが使えるってことですね。ブリッピング。言葉で言うとね、そう、いろいろちょっと、やること多いなってなるけど、実際体で動かす動作、たったこれだけなの。はい。とりあえずこれがまあ、1回目ね。これがまあ簡単に体でやる動作の説明だったんだけど。で、ここからまあじゃあちょっと細かい説明していくと、じゃあさ、ブリッピングっていうのがそもそも何ぞやっていう話なんだけど、ブリッピングっていうのはエンジンブレーキ、フロントブレーキとリアブレーキとは違うまた別のブレーキがあって、そのブレーキを使うとさらに減速がもっとスムーズにいきますよっていう。ただ単に音をパンパンパーンとか言ってね、かっこよくやってるだけじゃなくて、実際的な効果があるっていう意味ですね。減速的な。で、さっきのやつ、もうやたらと減速がグーンってきつかったと思うんだけど、そのきつかった場合に、このブレーキ操作で、あとは調整して合わせていく。まあ、あとまあ、この細かいことをね、まあ知りたい人とかは、知りたい人とかは他の元ブロガーさんの動画を見てください。自分のところではもう体の感覚的なことしか言わないんで、今回は。ミシ、わかった。これからはブリッキング、ギアを落とす作業なんだけど、今度はシフトアップ。シフトアップもね、もっと簡単な方法があるんですよね。みんなベテランの人たちは、とかいう、こういう感じの音聞いてると思うんだけど、それをやっていこうと思います。じゃあまず体の説明していこうと思います。よいしょ。はい、まず体の説明。さっき、
グリッピングの時は戻す、ドン、これこの動作だったけど、今度はシフトアップの場合はこれで走ってる、これをこうこうこう逆バージョンだね。手はさっきはこうやって一瞬こうやってダンこうダンだったけど、今度足を上げると同時に戻す戻す戻す、この動作、これは1回だけ。シフトアップの場合は1回のみ。シフトダウンは戻してダンの2段階システムだったけど、シフトアップの場合は1回のみ。じゃあまあとりあえずやってみましょう。よいしょ。焦げそうになった。じゃあ行くよ。はい、行くよ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 、こういうこと、うん、ね、これを同時にやるだけ、ね、別に特に難しいことはないんでね、シフトアップに関しては。でもシフトアップでもタイミング早すぎて、ほら早すぎて、ほら、もう音がこの感じ、ノッキングっていうわけじゃないけど、演出を仕掛けちゃうから、そこはエンジンの回転数を見るなり、まあ音で判断するって感じかな。まあこれがまあ簡単なシフトアップのやり方です。もう体の動作ではもうさっきの逆バージョンだな。こうやってやってるから、これをトントントンみたいな逆じゃない？うん、別に体でもう示しちゃえば、これをやるだけでシフト上がる。だから別に全然特に難しくはないんですよ。ああ分かったか、ミッシュミッシュ分かったか、こういうことだぞ。全然特に難しくはないんだよね。こうやって体で教えるとこういう感じの動作しかないから、別に難しくはないんで。で、最後はおさらいで、ちょっとグリッピングの動作をもう一回確認しよう。グリッピングというかね、まあ、早くシフトアップ、シフトダウンのやり方を最後。シフトダウンするときは、2段階システム。アクセル戻す。こう。こう。こう。もう大げさでやってるけどさ。こう。戻す。ダウン。ダウン。で、いい。シフトアップのときは、1段階システム。青、こうやってやってるのを、ダン、ダン、ダン。もう掛け声は、もうダン、もうダンでもいいし、あーとか言うし、は、掛け声的には、そうすれば、はってしようか。は、は、はって。で、最後は、じゃあ、バイクに実際乗って、発進しました。シフトアップ、いくよ、せーの、はっ。はい。シフトアップはもう完璧ですね。じゃあ皆さん。じゃあシフトダウン。シフトダウンは、はい、1、2、はい。1、2。1、2。はい、もうたったこれだけでいきますよ、皆さん。これで皆さんもブレッキングマスターですよ。最後の方。ああ、暇かったな、GoPro が。ちょっとちょっとね、最後の GoPro がちょっとひん曲がっちゃったから、あまり、撮れてないかもしれないけど、まあそういうことです。要するに、まあ、ダウン、シフト上げる、シフトアップの時は、まあ一段階システムで、こう、こう、こう、これを同時にやるだけ。これを同時にやるだけ。で、シフトダウンの時は二段階システムで、戻す。ダウン。戻す。ダウン。1、2。1、2。って感じ。シフトアップの時は、おー、1、1、1。はい。そんな難しくないね。よし。じゃあ今日は、まあ、好評であれば、ちょっともうちょい細かいところをね、ちょっと、長字で合わせてたりとか、そういう説明をしていこうかなと思うんだけどね。専門的なことももうちょい話して。教習所で教えてくれない技的でした。よし。わかったか。こういうことだ、ブリッピングということは。ミシンを教習所で試してくれ。
分かんなかったら、切れますよ。じゃあ、今日はこの辺にしましょう。それじゃ。